塩崎、聞こえるか、俺の声が。聞こえるな。あと約2週間に迫った GHC のタイトルマッチ、準備はできてるか。24時間俺のこと考えてるか。あ、どうなんだ。俺はいつもお前のことを考えている。朝起きて飯食って昼トレーニングして、その後にお前のことを考え、夜もまたご飯食べたら寝る前にお前のことを考える。そういう一日をずっと過ごしてきた。お前も俺のことをもっと知りたかったら、ウィキペディアの小島聡のページでも読んでろ。いいか、とにかく最後の締めはこれしか言うことがないけど、 GHC ヘビー級チャンピオン取っちゃうぞ、バカ野郎。最後のマイクまで小島の一人舞台となりました。いや、敵地のファンなんですけども、やっぱりこのね、小島選手のこの天性の花というかね、そういうのでね、魅力引きつけますよね。なんというか、この選手の出す雰囲気は、まあ、新日本でも気合いになれないですよね。そうですね、もうなんかやっぱりみんなに愛されるね、ピープルズチャンピオンですよね。なんかその姿のまま小島選手はね、あのノアというリングに乗り込むという言い方が適してるのか分かんないぐらいのね、ノアに活躍を求めてきたという形ですよね。キャリア31年、その重み、それがにじみ出る戦いとなりました。 6.12 サイバーファイトフェスティバルの大取りであります、塩崎対小島の GHC 戦、その前哨戦、今夜は小島聡に外角が上がりました。また本日プロレスリングナーよりご来場のお客様に2つお知らせがございます。まずはじめに本日ザ・リーグ様よりご提供、さあということで、ノア独占アリーナクラブチッタ川崎大会生中継でお届けしてまいりました。さあ、小島選手の声が聞けそうです。この年齢になって、このキャリアになって、プロレスが楽しくて楽しくて仕方がない状況になるとは、ちょっと数年前の俺では考えられなかった。いつの時代もプロレスが好きで、いつの時代もプロレスが楽しいと思ってやってきた。だけどやっぱりプロレスラーは注目されていることが一番嬉しいんだと思う。俺は今本当に注目してもらっていて、何年ぶりかに味わうこの充実感、この気持ちよさ、高揚感、いろんなものを味わって毎日生活させてもらっているよ。それというのも、塩崎というすごくいい対戦相手に恵まれたからだと思う。俺はプロレスは一人じゃできないと思ってるんだ。だからこそ塩崎のようなああいう相手に巡り合えてよかったと思う。年は違う、キャリアも違う、だけどリングに立っていれば同じ立場で同じ条件で戦ってる。ましてやラリアットという武器を持っているんだろう。俺はこのウエスタンラリアットで31年間生きてきた。お前みたいにたくさんの技を持っているわけじゃない。それだけ覚えとけ。ラリアットたった一つでこのプロレスラーをやってきた。その自負は誰にも負けない。ありがとうございました。サイバーファイトが送る年間最大のビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022、 ノア、DDT、 東京女子プロレス、頑張れプロレスが大集結。元 WWE チャンピオンロブマンダムも参戦。ノア対 DDT、 両者の威信をかけた一騎打ち。佐々木大輔 VS 剣王。東京女子プロレスはトップ同士の頂上対決、坂崎由香 VS 中島翔子。次のチャレンジャーは俺だ。 GHC ヘビー級王座をかけた剛腕対決、小島さとし VS 塩崎剛。サイバーファイトフェスティバル2022はレッスルユニバースで独占生中継。そう、祭りだ。